一輪一輪をこう雑に扱わないっていうか、やっぱ一本一本人と同じで一人一人やっぱ違う、やっぱ一つ一つの命を大事に積み重ねていって作品に変えないとなかなかうまくいかないかなと。結局そういうところでこう花扱うときにこう荒くならないようにちゃんと一本一本にちゃんと向き合うようにしてますね。やっぱね、それが日本人っぽいっちゃ日本人っぽいのかなって、客観的に見たことないんで分かんないですけど、ね、そういうのあるかもしれないですね、うん、植物をあがめるというか、そのいわゆる ご神木と かそういったところにも現れるけれども、こう非常にこう自然なんて言うんだろうな、ちょっとこう敬うというか、そういったところは多分どっかメンタルとしてあるのかなというふうに思いますね。だから自分もこう花をこうグッと入れるときに、やっぱりなんていうの、片手でできないっていうか、やっぱり僕普段はこうフラワーナイフとかで使ってるお花屋さんいると思うんですけど、僕は必ずハサミなんですよね。それをこう拝むようにこう花を切っていくとか、命をこうそこに継ぎ込むみたいな、すごいそういう精神的なところはあると思いますよね。やっぱりこうお花ってすごい短命というか、非常に短い時間のタームできてますから、それをこうつぼみの状態から咲いて枯らさせるまでみたいな、その花のストーリーをどううまく作り上げるかっていうところを意識してますね。やっぱその命の向き合いって、命の作品っていうところがこう自分がこう作品作ったとすごいドキドキするし、すごくこう打ち込めるところでありますよね。ロンドンはもちろんイギリスの、なんかイギリスすごいお花のガーデニングに代表されるんですよ。サンパールも実はすごい植物がたくさんあって、でロスもすごいマーケット大きくて、ジャパンセールとかなんか面白いことできたらいいな、勝手になんですけど思ってるんですけど。